加藤社長が。加藤社長。お疲れです。お疲れ様です、健常さん。あ、お疲れ様です。じゃあ今日はあの秘密基地を、はい、あのシバスティック4の、はい、あの基地ですね。そうですよ。を紹介してもらっていいですか。住処なんですよ。住処。はい。じゃあお願いします。はい。はい、どうぞ。ちょっと番号は伏せときますね。あ、番号だけ。プライバシーの、はい、お願いします。はい、秘密結社なんで、はい。もうすでにメンバーが中にいると思うんですが、メンバーも一人ずつ紹介して、はい、なんか変な音してますけど、はい、すいません、どうぞ、はい、狭い部屋です。お邪魔します。はい、お邪魔します。いらっしゃいませ。これが秘密結社、はい、そうです。なんかさっきはバシバシ音しますけども、あ、ほら、キッチン。え、ここは、お風呂です。お風呂、はい。あ、皆さんの、みんなの、はい、お風呂、海上がりのね、海上がりのシャワーと、はい、はい、タオルは新たにね、はい、トイレ、はい、はい、第一メンバーの、第一メンバーの、ゴンザレスさん、ゴンザレス、いらっしゃい、いらっしゃい、何食べる？今日は何をしてくれてるんですかね？3分クッキング、3分クッキング、今チキンの、はい、あの味噌焼きを、ゴンちゃんのゴリゴリクッキング、ただこのなんか松坂の鶏焼き肉、タレ。タレ、これがなんかこの伊勢、三重県では有名らしいです。三重県の有名な、はい、まさかタレ、これがなんか本当の焼き鳥らしいです。あ、そうなんですか。はい、鶏じゃないです、鶏焼きです。あ、鶏焼き、すみません、鶏焼き、焼き鳥って怒らないですね。はい、間違いないみたいな。はい、そうです。で、音を聞かせます。ちょっとこちらを見ていただいたら。はい、あ、これがシバスティックフォーの2人のメンバーが日々訓練をここで、はい、道場でこう、シバスティックフォーの何を目指してるのかはちょっとわからないんですけど、はい、だんだんあの練習が本気になってきました。ボコボコな状態でいきます。仲がいいのか悪いのかは分かりません。で、彼の方は焼き餅を焼くとなんか前歯が出るらしいので、今のところは大丈夫です。だからライバルが帰ってなんか、で、ここで秘密結社のある食事をいつも、はい、シバスティック方のやっております。でもカッティングチューズで、カッティングチューズでの椅子を、椅子を、はい、用意しております。100万円です。税込み110万円。ちょっと物置になってますけど、100万円の椅子が、えらいことになってます。えらいことになってますね。ちなみにここにお酒コレクションされております。はい、おはどうぞ。あの埼玉支部の皆様からいただき、はい、この間飲ませていただきまして、美味しかったです。美味しかったですね。美味しかったです。持ってくるの忘れたさ、春国札とかあるんですよ。あ、やばそうですね。アルコール度数 75% のやつ。やばいですね。これ、それはローラしか飲めないと思います。ローラ。一斉飲んでる。カズオ社長とね。カズオ社長とローラと飲んでるんですけど、その横で。飲んでるんです。She goes to
asleep so she can sneak and fall and creep tomorrow. Bad kid, bad kid. ゴンちゃんのゴリゴリクッキング。ちょっとズリを今から下処理しますよ。ズリの下処理はどうやってするんですか。この筋をちょっと取っていきます。この大きいんで今筋あるんですか。これこの真ん中が筋になるんで、はい、これもうちょっとちっちゃくしていきます、はい、ちょっと砂ズリのうんちく語ってもらっていいですか。砂ズリのうんちく、はい、砂ズリのうんちく、砂肝や、砂肝、砂肝の砂肝と砂ズリと一緒なんですけどね、はいはい、うんちくなんかあるかな、はい、なんでその砂肝っていうのか。なんかあの砂っぽいっていう話ですけど、僕が聞いた話では、はい、砂を一緒に食ってしまって、はい、あのそれを体に残さないために砂を粉々にするための肝。でもなんか砂とか一緒になんか食べてもらったら、食べないとなんか消化しづらいっていう話を聞いたことありますね。そうなんですか。でそのための砂肝で鍛えてるからゴリゴリ硬いと。ゴリゴリ硬い、ゴリゴリ硬い、クッキング、ゴリゴリクッキング。後ろがすごいことになってきた。いくよ、ほんまに感動して。いくよ、感動して。いくよ、漬けの鶏肉を作りました。いいよと思ってる。もう美味しいです。美味しい。おこれは何の味噌から行くのか。えめいめいさん、めいめいさん、ゴンちゃん、ゴンちゃん、決定してください。いかんそう、怖い怖い、ゴンさん怖い、怖っ、うわ、重さが違う、重さが違う、やばいやばい、痛い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 。味付け役のゴンザレスさん、はい、ひたすら食べて飲む人。でこれで今日撮った動画で反省会、反省会して、はい、次のあの銀河から来る生命体たちをやっつけるっていうサーフィンで頑張ります。しっかりと。少林寺やってる、少林寺。それ腰やん。めっちゃ上手い。どういうのでしたっけ。膝を持ってきてそこから落とすような感じ。あーいい。